はい、皆さんこんにちは。今日はまたビーチの方に散歩に来てます。朝の10時前、9時半というところですかね。They have a parking there too.こういうとこに来てます。ピアがありますね。これは釣りに来たりなんかする人が行くとこです。はい、ありがとうございます。
2ドルを払って水に気合に入っていきます。これが先ほど私に届かしたものですね。2ドル払うとこういう風に気合に入ってくることができます。ここでまあお魚フィッシングする人は今7ドルだったかな、あと5ドル出さないと釣りはできません。こういうふうに魚を釣ったりしております。うわ、魚が見えますよ。うわ、すごい透明。これ見えるかな、カメラで魚泳いでるの。すごい綺麗に見える。うわうわ、このまま飛び込んだらガバンと手で捕まえられそうぐらいいますね。反対側に行ってみましょう。うわー、こっちもすごい。ダイブしてる人いますね。わかるかな、そこにダイブしてる旗が立ってるところ。
はい、今度は川沿いに来てみました。ここはもうシューターズって有名なところですね。どうですか、ここにボートで来て止めて、このままレストランに入ることができます。ずっと前撮った、覚えてますかね、姉が橋、この下のここですね。まあここは水はあまり綺麗じゃないんですが、こういう風に川が流れています。皆さんボートでここを通って海に行くような感じですね。それでボートで来て腹が減ったら、ここにボートを横付けして、そのままレストランで食べる。ここに座って水を見て、ボートを見ながらご飯を食べる、素晴らしいそうですよ。なかなかこの町もまんざら捨てたもんじゃないですよね。まだオープン前で、ね、皆さん用意してます。ではこの辺でお邪魔しないように。ではチラッと中を見てみましょう。Thank you.